はい、今回目撃情報があった場所の近くには小学校など学校があるのでより不安に思ってらっしゃる方も多いかもしれません、えー、それでは目撃された場所というのを地図で確認していきたいと思いますはい、今朝の目撃ですが午前4時20分頃でした札幌市東区北13条東12丁目です地下鉄東方線の環状通り東駅と東区役所前駅のちょうど中間あたりですね 東区役所にもほど近いところと言っていいと思います。車で新聞配達中だった女性が、七八十メートル先に、体長九十センチほどのクマのような動物を目撃した。と警察に通報しました。そして、VTR でもありましたが、石狩でも同様の目撃情報がありました。こちらは午前七時五十分頃です。石狩市八万四丁目。これは、散歩中の女性からの通報でした。 同じように、クマのような動物を目撃したと、警察への通報でした。そして、この八幡あたりでは、おととしも二件の目撃情報があったということです。そして、最新の情報ですが、午後四時半ごろ、東区北三十一条東十四丁目大型商業施設のすぐそばという。中継の位置関係で分かりましたね。小学生からクマのような動物を見たと、警察に通報がありました。おととの夜、昨日の朝は、北区の藍野里地区でも。 熊のような動物の目撃情報があります。はい、東区のあたりというのは、川野さん昨年人が襲われたところからも近い場所になりますね。うん、まさにその夕方の発見されたところに、ね、本当にすぐ近くですよね。で、これから多分まあ先ほどの映像でもね、自転車乗って ている方もたくさんいらっしゃいましたけど帰宅の方もいらっしゃると思うんですが知らない方もねいらっしゃるかもしれないのでご家族とかね連絡取ってあげた方がいいでしょうね,うね、はい、情報共有というのも大切だと思います、はい、そして万が一熊に会ってしまった場合というのはまず後ずさりして離れるということです、うんね、大声を出したり走って逃げてはいけませんそして安全な場所に来たら警察に通報をしてくださいえ特に暗い時間帯には注意が必要ということで これからの時間十分に注意をしてください。